失礼しました。被告は自分の犯した罪を心から悔いております。彼女に厳罰を与えることが果たして正しいことなんでしょうか。私には検察の求刑は彼女の気持ちを察しようとしない無情なものに思えてなりません。やっぱりあるもんだよ。